どうもこんにちは。宣伝部長の小一です。今日はライブやってたってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、日々ですね、扱われる機会の減ってきた大津彩加さん界隈なわけなんですけども、えっ、ー、と、先日なんかライブをやったらしくって、私ちょっと見てなくて、 なんですけど X でちょっと切り抜いてくれてる方がいらっしゃったのでちょっとそれを見ながらいくつか感想を述べていこうかなっていう感じのことをやっていきたいというふうに思います。でやっぱねあの衆議院選挙じゃないやあの冰剣知事選挙の間やっぱそっちにみんなの注目が集まっているし私もそうだし、まあ、なんですけど一応終わったらね あのそれこそ債権者集会がすぐあるし、まあ、それに向けてみたいな流れにはやっぱり持ってった方がいいと思うんですね。まあ、いわゆるこう1年 もううヶヶ月7ヶ月ぐらいやってきたことののの、まあ、あ総決算のうちの一つになると思うんですねなかなか本当に開示しないっていうか不透明な政党なんで、まあ、そこのお金の流れが、まあ割と前回で比べてもっと出てくると、まあ、前回もひどかったですけど、まあ、本当に金返してねえのかとか今後どうするのか含めていろいろ出てくる可能性があるし何より本人が出席されるらしいんでね、まあ、それに向けて一応話題はつないでいった方がいいのかなって。 っていう感じですかねはい、でえっ、ー、と何を話されていたかっていうとですね兵庫県知事選挙でやっぱりああのまあ、大体立花側だったらしいです。の <laughs> でまあいわゆるポスター掲示板とかかなでなんかねたくさん設置されたことって あるとか、まあ立花さんの今回のそこまで変なものじゃないと思うんですけどまあ一般的ではないんでね、まあ、それを見て揶揄したりとかみたいな話だったそうですね、まあ、しかもそれをまだ立花がーってはっきり言ってりゃいいんだけどまあはっきりも言ってなかったらしいんでね。はい、ということで。 あのなんだっけ、えー、と前回の衆議院選挙に出た方のお一人がまあそこの兵庫県界隈に住んでおられるんですかねなのでまあ状況をいろいろ聞いて「あっちゃ!」みたいな「あっちゃ!」みたいな。<laughs> の、なんか一生懸命やってたんですけど、本当に説得力が、言ってることのね、説得力がどん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 なくなっちゃってるって感じで、まあ、いくら煽ってももう、立花さんには1ミリも届かないってね、立花さんそれ一切見てないし、多分聞いて,聞いてはないし、<laughs> あの、気にもしてないと思うんですけど、まあ、一方で、うん、あの、あの、再建者集会もうすぐですみたいな <laughs>。 <laughs> のはあの外線でね言ってみたりしてるって感じなんでまあまあ完全に立花さんのペースかなっていう印象ですかねはいまあっていうことかなまああとはなんか一般的な選挙ではないっていうことを揶揄してる感じであるのと、まあ、あとはちょっと気になったっていうかまたやってんなと思ったのは国政政党についてですね100人中2人だけいればいいからみたいな発言をまあがあって。 だっ,っぽくってですね、まあ、そこについてはどの口が言っとんじゃって感じでそれを集めるのに命がけでですよしかもそれを編み出してまあやった、まあ、パイオニアの人ですからね、まあ、その動きがあったからこそあのま参、あ、政党とか他のまあ国政政党が増えたりまあ今後それをあそういったやり方があるんだということで目指す人がね多分増えて日本が変わるきっかけになってるようなことをしたまあ、方のまあ、功績 というかそれをまあねハックした人のがあくまで100人中2人通ればいいっていう言葉とまあそこにたなんかただ乗りしてきた人が言う,うことではちょっと意味合いが全然違うので、まあ、いずれにしてもそれを集められない人が100人中2人って言うけどね全国で2%取るってまあなかなか大変ですけどね。 まあそれをまあお金の無駄遣いもこの間ね衆議院選挙でした方がおっしゃってるということについてはまあ普通になんか憤りを感じている人がまあいらっしゃったけど、まあ、正直みんな今どうでもよくなってるっていう感じですかねまあだからそのあたりが全部まとまってですねあの選挙が終わった後にはまあいろいろ爆発するのかもしれないですけどねはい。 だから粛々とやっぱり債権者集会に向けてはまあまあ私は関係者じゃないんであれですけど <laughs> あの <laughs> なんとなくまああの、まあ、すでに村上弁護士がすごいしっかりされてるので準備は進めておられるというふうに思うんですけどもやっぱりねまあもう1ミリも油断してはいけないっていうかねまあ,あの来ないって話にしちゃうと準備もおろそかになっちゃうから来るっていう前提で、まあ、想定問答も用意してもう必ずここで全部聞いてあるみたいな <laughs>。 感じで2時時間間じゃ正直足りないと思うんですよ2時間でですも多分説明とかで1時間ぐらいかかるしであとは聞いたところで聞いたことをストレートに答えない人ですよだからまあ本当に時間稼ぎみたいな回答しかしないと思うんで多分イライラすると思うんでまあその辺もまあまあ何て言うんでしょうねうまい仕切り等々とか連携を考えなきゃいけないのかもしれないですねあとは参加する人にひょっとしたら福永弁護士がなんか ね、来るかもしれないって感じで X で「私も参加できますか?」みたいなことがねあってそれに対して多分債権者のうちの一人だと思うんですけど「私の代理人としてどうぞ」みたいなのがあって「あなるほど」みたいな「弁護士は代理人としていけんのか?」みたいな感じででその中か作戦でいくとさ、あのー、まあこう立花さん周りの弁護士続々参戦みたいな。<laughs> <laughs> 専門家だらけの百条委員会じゃないあのなんだっけ債権、えー、者集会になるかもしれないって感じでまあ結構熱いですよね。<laughs> <laughs> まあっていうところですかねまあでもどうですかねちょっと債権者委員会がどうなったか私はよく分かってないですけどそっちの方でうまくまとめてっていうのもあるしあとはイレギュラーな話ですよねなんか債権者の中にはまあ別に橘さんの動きに同調する人ばっかりではないのでそこでまたうんごちゃごちゃするとそっちの方で時間稼ぎにもなったりとか大津さんはそういうのを上手に利用,利用して反論してきたりするんでね。 まあそのあたりのまあまあまあそれはねぶっつけ本番でやったのがいいのかもしれないけどいろいろ想定しておくっていうのはいるのかなって感じですかねまあお一人なんか2000万ぐらいの債権者でなんか破産したことを恨んでますみたいなのもみたいな気がするんですけどねはいっていうことでまあだからといって大津さんが OK ってわけではないでしょうけどまあその辺はちょっとよくわかんないですねあの <laughs> っていう感じで、まあ、世の中にはいろんな人がいらっしゃるので本当にまあこういった利害がぶつかる集会については荒れそうなんでね、まあ、本当にまあここで終わるとは思えないというか。 大体、あれですよね。立花さんがなんか説明した時に、あの時の初期のそんなに情報量がない時でも、説明で9時間ぐらいしたけど、まるで伝わってなかったって話から考えると、まあ、今回の件だってさ、もうやんなきゃいけないことてんこ盛りだし、聞きたいこと山のようにあるでしょなんですけど、場合によっては <laughs>、 1>, <laughs> 1個のテーマで終わることすらあり得るっていう感じで、まあ、結構グダグダになる可能性があるんで、まあ、誰が仕切ってとかっていうのはまあ結構重要なんですけども一応裁判所の仕切りではありつつなんかうまくやる方法をですね事前に調整できるといいのかもしれないですね。まあ、大体大津さんが余計な話をするあるいは代理人の人が話を引き伸ばす可能性があるのでそこはパスッとねはい、はい、パスッと切るとかあとは質問する人も人によってはめちゃくちゃ。 質問するというよりは、もう今までの恨みをここで晴らしてやる、うわーみたいな人もいるかもしんないんで、その辺を含めて、まあまああれでもいいのかもしんないですけど、それはなんか逆に許してあげたいと思っちゃうというかね、はい。まあ、というところですかね、はい。で、その上で準備をしといて、それで来なかったら来なかったで、まあ、また別のフェーズが待ってるっていうだけなので、はい。という感じで、まあでもこれ、第2回だけではなくて、第3回、第4回、 っていいう感じでで開かれるらしいんですよねでそうするとさその結局一番気になってるのはやっぱりあの最高裁のドキキャクですね。あれいつ来んでしょうねなんかもういろいろ予想してきたけど何の意味もなさなかったっていうかなんか何回予想したかな今週来るぞって明日来るぞみたいなライブまでやりましたからねもう来るぞみたいな。 <laughs> 懐かしいみたいなもうもうでもさすがにもう当たる気が一切しないのでただまあ毎週金曜日はちょっと気をつけて見てるっていうまあまあそんな感じなんですけどねさあどうしていきましょうかっつうところかなはいでえー、いうところですかねうんまあしかし本当にねなんかまあなんか本当に日々あのお話しする内容がなくなってきていてですねまあ ななんか出すす内容も本当になくなってますよねだから本来的に言うと多分なんか準備はしてると思うんですよね。し,してるか、まあ、逃げるつもりだったらまあ,まあ何も準備してないでしょうけども一応第一回の再検者集会の時はまあ休んで休んでというか来なくて結局トヨタ弁護士しか来なくてで、ねまあ、次回来るって約束まではしたわけなんですけど。 その時はもう債権者集会やってる途中にご自身のなんか実説みたいなやつをバン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 ねあの出してで終わった後にいろいろねまあいわゆる橘さんとうとうが言ってることに対しての反論っていうんですかねそれもバン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 上げてっていやいや出てこいよみたいな話でまあ今回はさすがに出てこざるを得ないんですけどまあ、出てこないバージョンにおいてはまた似たようなことをやるかもしれないんでね。 まあでもそのなんかやっぱり再建者集会の前日もまたなんかライブやるっぽいんで、なんかね普通はね、なんか全くこの問題に触れないっていうのが本当に不透明な政党だなって相変わらず思いますけどね。全く説明しないですよね。<laughs> あの <laughs> 全くっていうかな、なんていうんだみんなが疑問に思ってるところはすーって感じで、ちょっと自分の C 社が騒いだとこは説明するって感じなんですけど、 普通はさ、方針説明するんじゃないのここにあの入る前に。まあ、よくわかんないですけど、あんだけ SNS とかライブやってるんだったらね、一応今度の債権者集会においては、まあ、ちゃんとお金は、まあ、返す方向性で考えてるんで、みたいな、まあ、そういうので返しますし、説明についてはこのような形でもう説明してるから、まあ、あとは、まあ、もし債権者の皆さんが不安な点があればお答えしていこうと思います、みたいなね。まあ、普通はね、あの、 <laughs> いう感じなんですけど、まあ、そもそも最近者集会を開くと言いながら開かずみたいな形でまあまあずっと引っ張ってこられたところもあるんでね、まあ、ようやく本人出てくるっていうかねあんだけ裁判やってねあの給料払わない問題の時も出てこないし、まあ、そ,れそれこそね書類だって大津さん本人が取りに来てればねあれなんかあそこで終わってなんかこう今頃ね なんかさらに今年も政党助成金3億入ってウハ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 してたかもしれないですよね。立場なみたいなこっちの選挙はこんなにお金かけてやってますみたいな <laughs> ぐらいのことをできたかもしれないのにねみたいなところがありましてまあとにかく出てこない人なんでねある意味で言うと今まで隠れていたけどまあ一億 限定的ではありますけども、立花さん側と言いますか、その人たちの前にようやく顔を見せるのかもしれないですよね。まあ、だから、あとは、なんか、やっぱり、なんか邪魔するっていうか。その会を壊す代理人みたいなことを仕込んで。 出るかどうかっていうのが、ま、ちょっと心配な点ではありますけれども、まあ、基本的にはやっぱり代表にいろいろ話を聞く会になるんだと思うし、で、場合によってはね、立花に聞けよみたいなね、3.59なんで聞かないんですかって言っても、それはもう別で聞きますみたいな、あなた出てこないで今聞きますみたいな。<laughs> と,とにかく、話をそらされたことに乗らずにですね、ぜひ確信の話をたくさん聞いてほしいなというふうには思っております。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。